はい、ワード2。どうも。ごめんね、お待たせ。どうも。やっぱあれだな。時間帯選ばないとダメだな。大手がいる時間帯全然人来ねえよ。全然人来ない。時間帯考えないとダメだわ。どうもお待たせしました。ワード2でーす。明日から仕事なのに変な時間に起きちゃったよ。あれ？聞こえてるよね。聞こえてる？今日のんたんの人脈広げる瞬間を見てしまった。何があったの？何があったの？なんかのんたんに起こされたんだよ。なんか香川さんの彼女がいるから、なんかリアトズしないとか言われて、何言ってか全然わかんねえとか思って、いや3倍目光るのとか言ってて、よくわかんなかった。なんか3倍目光るとヒロフィナーレ香川さんの彼女がコラボしてたでしょ。でなんかそこにリアトズ行けとか言われて、いやアポなくてリアトズ行けるわけねえじゃんとか思ってさ、ねんねボケてたから、いや行かないよっつって。ヒカルのところでコメしてるの見た？はい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 。で、M タン、あ、はいはいはい、M タン。え？なに、香川さんの彼女と仲良くなってんの？あいつなんかそう、なんかね、大手配信者にね、好かれるんだよね。だから、なんかプライベートでいろんなやつとやりとりしてんの。M タンっていう人か。M タンっていう人は顔出し配信者なの？顔出しなのかな。その M タンっていう人がなんか話題の人なんでしょ。それで多分ヒカルと M タンが食事してるところに行ってとこ、ああ、それで行けって言ったのか。いや、のんたんさ、口下手だから全然意味が分かんなくて、なんか無理やり凸行けっていう意味だと思ったの。なんか電話してきて無理やり凸をさせようとしてんのかと思って、いやいや、そんな失礼なことできないでしょと思って、そういうことだったんだ。あマスクありでやってんだ。この人の写真見たことないかんね。なんか香川さんが惚れ込んでる人なんでしょ。すごい。俺アスペだからさ、言葉の説明が下手だと何言ってるか分かんなくなっちゃうんだよね。のんたんが結構口下手だからさ、何言ってるかたまに分かんなくなっちゃうんだよ。あ、そういうことだったんだ。ベタ惚れしてるよね。なんかツイッターのサブアカがなんかキモいもんな。香川さん今気持ち悪いことになってるよね。大丈夫なのって。ベタ惚れすぎでしょあれ。香川さんのツイッターもマジでメンヘラの女の子みたいになってるから。惚れ込んでるんだね。面白い流れだよね。なんかカップル配信みたいなの流行ってるよね最近。すげえな。あれ？
喧嘩したり元に戻ったり。ああ、結構引っかき回す系の女の子なんだ。引っかき回す系なんだね。おお。彼氏が配信者だと大変よねみたいに言ってたよ、のんたん。なんか腹立つな、それ。なんか腹立つね。知ったかぶってんの。彼氏が配信者って大変よね。腹立つわ、あいつ。あいつ腹立つわ、なんか。それ言いたいだけでしょ、ただ。それ絶対言いたいだけでしょ。ウケるなぁ。絶対言いたいだけだよね。彼氏が配信者って大変だよねって今日機嫌良かったかんな、うん、久々じゃね放送やっててのんたんがいないの。和道もそうなのって聞かれて、俺香川さん全然違うタイプでしょ。全然香川さんと違いますよ。向こうの方がね全然大手だしスケールでかいんだからさ、俺と比べたら香川さんね失礼でしょ。のんたんすごく多いって言ってさ。何が？ M たんと香川喧嘩すると香川が女リスナーからアプローチがすごい。いや違う違う、のんたんのんたん被害妄想なんだって。違う違う、俺が来るのは例えばね、リスナーさんからどんなメールが来るかっていうと、あの和道をディスっててのんたんが和道のことディスってる配信者と戦ってたよって、のんたんのこと褒めてあげてっていうような応援メッセージみたいなの来んのよ。のんたんのフォローみたいなのがいっぱい来んの。それが5件ぐらい来た日に、のんたんに、あーなんか昨日頑張ってくれたみたいだねって、リスナーさん、なんかさ、リスナーさんから応援メッセージいっぱい来てたよって言ったら、和道さんがまた浮気をした。また、のんたんの知らないところでリスナーさんと連絡取ってるって言って、違う違う違う、のんたんつって、そう、のんたん違うんだよって。リスナーさんは、のんたんのことが大好きで、のんたんのコメントを見て、つっても、いや違う、和道さんがまたリスナーさんと浮気したんだ、つって。やべえな、おい、みたいな。だからもう、やばいのよ、本当に。それを女リスナーからのアプローチと捉えるのよ。そう、もうね、DM、DM、だから俺に DM 送る人はもう、のんたんに見られてると思ってね。あの、のんたんね、俺が寝てるとね、DM と LINE 勝手に見るから。もう俺のね、あの俺のね、DM とか LINE プライバシーないから、のんたん勝手に見てね、勝手にブロックするから。勝手にやるよ。うん、勝手にブロックしてフォロワーとかが入れ替わってるんだよ。すげえなと思って。フォロワーが勝手にいなくなったり、勝手になんか女リスナーがブロックされたりしてんの。あ、チェックしないと。大丈夫かな。たまにチェックしないとね、なんかね、女リスナーが減ってるんだよね。もう囲いの女リスナーが減ってるん。ウケるよな。ロック。でも確かに M タンと気が合いそうだった。あ、まあまあ全然友達増えるのは嬉しいことだから、彼女は彼女にね、全然増やしちゃってください。全然全然、まあほら、あのずーっとね、友達のいない生活を続けてたからね、今のんたん唯一いる友達で唯一の親友がのぞみだかんで、そ、世の中そんな悲しいことないでしょ。世の中に唯一いる友達と唯一いる親友が鮫島のぞみなんだよ。もうね、不幸だよ、不幸。不幸すぎるよ。なんて悲しい女なんだ。いやもう本当にね、なんかね、家から、仕事から帰ってくるとなんかダミ声が聞こえてくるの、部屋の中から。で、のんたん誰かと電話してて、わかるわかる、大丈夫だよ、のんたん、先生、行けないから、私がいるから、大丈夫、のんたん、あんまり落ち込まないで、いや、だから、私も、つって、すごい声が聞こえてくるの、携帯電話から。いやいやいや、聞いたことある声だわ、と思って。この声聞いたことあるわ、と思って。悲しいよなぁ。悲しいよなぁ、のぞみが親友。
すげえよ。痛い子だよ、痛い子。なんで普通の友達ができないんだろうな。うん、M たんという友達が増えるのもうすぐ。やだな、なんか、鮫島と M たんってなんかやだな、なんか。いや、何が地味に嫌だかっつったらさ、その、人脈的なことで言うと、俺配信者なのにノンタンに負けてるからね。うん、香川さんのオフ会年末にあるけど行く？みたいな。和藤さん挨拶する？香川さんに。みたいな。イラッとするな。香川さん優しいよ。みたいな。企画とか呼ばれるよ。みたいな。攻撃的だけどまっすぐだからのぞみちゃん好き。うん、何その言い方みたいな。うん、俺のんたんに裏で操られてんのかな。こんばんは、ドラゴンさん。こんばんは。俺絶対裏で、あれでしょ、操られてるでしょ。でもね、あの、香川さんリスナーは質がいい。マジで言うところ。香川さんね、リスナー選んでるから、マジであそこいいよ。あの、のんたんと付き合ってから、香川さん系のリスナーさん増えたけど、あ、ドラゴンさん花火ありがとうございます。ドラゴンさん、今日一発目の花火ありがとう。内助の功だよ、まさに。はいはい、おちんちん。ふんどしマニアさんいらっしゃい。はい、おちんちん、おちんちん。よいしょ。よいしょ。内助の功っていうか、のんたんと出会ってからやっぱ変わったよね、配信が。よいしょ。いきまーす。ドラゴンさん、花火、ありがとう、ございます。いつセックスしてるの？いや、それがね、すごい失礼な話なんだけどね、もうほぼ毎日のんたんにフェラチをしてもらってるんだけどね、セックス週に1回ぐらいしかしてないわ。最低な男だよね、本当にね。最低な男だよね。うん。のんたんほぼ毎日俺のフェラをしてるわ。雑だよね。雑なやつだよね。最低な男だと思うわ。ていうかさ、のんたんがさ、なんかいろいろ持ってきてさ、俺の部屋がさ、ピンクグッズだらけになってんだけど。なんかさ、俺ピンク系のアイテムを一個も持ってないのに、のんたんがね、なんかね、アマゾンとかから買ってきてね、ローションとかね、なんかピンクローターとかいっぱい持ってくるんだけど。いろんな趣味の人がいる。うん。なんかおもちゃだらけになってるんだけど。成獣ですよ、のんたんは。成獣。すごいんだよ、ほんとに。なんかね、すごいんだよ、ほんとに。もう成獣なんだよ。楽しそう。全然楽しくないよ。全然楽しくないよ。ほんとに。大変なんだから。欲求不満なのかな？うん。欲求不満ではないけどね。なんか、性を開拓したいんじゃないの？のんたんは。今、性の荒野を駆け抜けてんだよ。嘘つきなんだよ。のんたん、ピンクローターをアマゾンから家に届いた時、何こういうの家で持ってるの？つって、持ってないって言ってたんだけど。持ってないって言ったんだけど、家からローションとか持ってきたり、いろいろ持ってくんの。お前絶対使ってるでしょみたいな。ちょいちょい嘘つくんだよな。ちょいちょいのんたん嘘つくんだよな、ほんと。家にない。使ったことない。女の子でも攻めるのが好きだといろいろある。ああ、攻めるの好きだね、のんたんは。うん、のんたんは、のんたんは俺のこと開発するのが大好きだから。最近ね、のんたんはね、俺のお尻の穴を開発したがってるから。のんたんにね、たびたびお願いをされてるから、お尻の穴を開発させてくれって。和藤さんのお尻の穴を開発したいってすごい言われてる。丁重にお断りしてます。
どういうなれそめなの？あ、もともとリスナーさんですね。もともとリスナーさんです。汚いから嫌だっつってるんだけど。いや、開発されてるんじゃなくて、開発、だから都市開発の計画の中に入ってるんだよ。うん、和道辞書からプレゼンテーションを受けてるの。この辺開発しませんかって、うん、弊社に、御社の土地を預けてみませんかみたいな。やばいですよ、うん、お尻の穴は衛生上良くない。全身ツボ探すべし。お尻の穴は絶対汚いでしょ、うん、もうとことん付き合っちゃいなよ。まあ、いやまあまあ全然普通に付き合うけど、ただ持ち前のね、あのヤンデレだから、本当にヤンデレだからもう大変なんだよ本当に。朝起きてもう顔見たらわかるからホッとするんだよ。あ、今日は普通の日だとか、あ、今日病んでるっていうのがもう顔でわかるの。で、もう病んでる日はもうすごいのよ。もう薬なんか20種類ぐらいなんかずっとプチプチやってて、ガバガバ薬飲んでるの。止まんねえなこいつみたいな。もうすごいよ薬の量。もう医者こんなに薬出して大丈夫なのかっていう量だからね。やばい、もう脳とろけちゃってんだよ。開発状況を毎日報告してください。いや俺全然語ってもいいけど、うん、乳首、あ、俺ダメなんだよね、くすぐったいんだよね、ダメなんだよね。デッパちゃんいらっしゃい、デッパちゃんいらっしゃい。いやーねえ、大変だよね、キモいよね。うわー、また来たよ和道様。信者になりかけです。カイラさんいらっしゃい、楽しんでて。のぞみ、お前さ、もうさ、あの、のんたん新しい友達できたから、お前友達やめてくんね。もう用済みだから、のぞみ、のんたん新しい友達できたから、お前のこといらないから、うん、手引いてくんね、手引いてくんね。私の元彼統合失調症だったからオーバードーズ何回もやった。あー、男のオーバードーズってなんかやだな。男のメンヘラってなんかやだよね。あのメンヘラってやっぱ女の子だと可愛いし許せるじゃん。だから男のメンヘラってひたすらキモいだけだもんね。飲んだんの友達になる。仲良くしてあげて、仲良く、うん、歴史の話かなり面白かったです。あ、ありがとうございます、うん、ありがとう。なんか結構良かったみたいだね。結構評判が良かったです。都市伝説の話でもしたいよね、またね。こんばんは、ウニマルさんいらっしゃい、楽しんでて。メンヘラっていうのはメンタルヘルス板っていうのがあったんですよ。要はあの精神疾患を抱えてる人の2チャンネルの板がメンタルヘルス板っていうのがあって、掲示板ね。で、その人たちのことをメンヘラーって呼び始めたの。メンヘラ、メンヘラっていう。それが元で、精神病を抱えてる人のことをメンヘラって言うんですよ。メンタルヘルスから来てる。ウニマルさん風船ありがとう。カイラさん風船10個ありがとう。生きた心地がせんかった。記憶喪失。睡眠薬飲みすぎ。あー、記憶飛ぶかんね。はい、桜子ちゃんはどつ。美穂ちゃんおやすみ。ハートありがとう。っていうか、のぞみ、あれだね、今月なんか、アイテムすげえ多くね。なんか、マンスリーランキング結構上位だよね。のぞみ、今何位だ？のぞみ13位か。もらいすぎだろ、これ。のぞみだってさ、のぞみ、あれだよ、障害者年金ももらってるはずなんだよ。毎月7万ぐらい。7万プラスいいよな。障害者年金プラスさ、ふわっちで稼げてるから、安定してるよな。のぞみが確か2級だっけ。私は発達障害 ADHD、障害者3級。俺と一緒かな、じゃあ。うん、俺と一緒だね。お前に関係あるか。いや、関係ないけど。関係ないかもしんないけど。いやでも、ぶっちゃけた話ね、障害者年金はいいでしょ。
名誉毀損？なんで名誉毀損なの？どこが名誉毀損なんだよ。意味がわかんねえよ。なんで最近のぞみちょいちょい俺の枠くんの？他に見る枠あるでしょ。最近よく来んだよな。新しいフォロワーさん紹介します。カイラさんフォローありがとうございます。ちょいちょい来んだよな。72級、双極打つ軽度知的障害なの。7万だろうね。年金に、年金3級だっけ、2級で7万ぐらい降りるような。6万8000円ぐらいか。6万8000円でかいよな。地震？地震？揺れたよね今。揺れたよね。軽めだけど。揺れたよね今。仙台揺れた？地震だよね。ちょっとあったよね。東京はね、震度1か2ぐらいだけど。仙台？大丈夫？結構でかい？東京の方そんなでかくない。震源大きめ？アピルさんありがとう。地震速度を見るか。地震速度。仙台の方かな。でかい？そっち。まだ速報出てないな。あ、そうなんだ。そうでもない？大丈夫？マグニチュード 5 点か。ああ、まあ結構でかいね。福島県沖。マグニチュード 5.9。結構でかいな。震源の深さ推定56キロ。まあまあでかいか。釈迦は何も言ってないね。釈迦は毛づくろいしてる。大丈夫？みんな。あ、そうそう、俺がさ、お世話になってる人からさ、人が行方不明になってて、ちょっと和道を助けてくれって言われてるのね。もしよかったらさ、北海道の人で、自閉症の人なんだけど、参拝行ったら、人がいなくなっちゃって、助けてくれ和道って言われてるからさ、もしよかったら、リツイートで拡散して、もし、知ってる人がいたら、DM ください。うん、ありがとう、リツイートしてくれて。結構困ってるみたいだから、こういう時はね、なんか、拡散しやすい人がやった方がいいと思ったから、ちょっと協力させていただきました。ちょっとなんかご家族が、俺のリスナーさんのご家族らしいんだよ、知り合いの。だからちょっと協力してって言われたから、リツイートしてくれた人ありがとう。なんか、初詣に行ったらいなくなっちゃったんだって。ありがとう、小田井さん。フォローされた？ブロックしていいよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。いや、人を捜索するとかネットの時代やりやすいかもしれないよね。今の時代。あ、飲んだ、いらっしゃい。わたつ。飲んだ、わかんなかったよ。何？なんか、M タンっていう人仲良くなったの？飲んだ。
なんか M タンっていう人と仲良くなったの？なんか寝起きだったからよく分かんなかったんだけど、リア凸しろの流れが。そういうことだったんだ。なんかリスナーさんに聞いてようやく意味が分かったよ。仲良くなったんだ。あ、そうなんだ。いいじゃん、いいじゃん。香川さんの彼氏なんでしょ？早く見つかるといいね。今どこにいるんだろう。どうなんだろうね。なんか精神疾患で、その自閉症を持ってる人みたいだから、早く見つかると嬉しいんだけどね。いや、友達やめてよ、本当に。ていうかさ、のぞみさ、彼氏のさ、友達の彼氏にハゲとか言うのはなくねえか？友達の彼氏にハゲとか死ねとか言うのはなくねえか？ ADHD って子供の頃から薬飲んでると治るんですか？ADHD とか発達障害系は治んないって言われてる。薬で抑えたりとか症状を緩和したりとかハゲって言うな。対処をすることはできるの。ただ、脳の欠損みたいなもんだから。おお、マネージャーさんいらっしゃい。よろしくでいいっす。寒いだろうし、早く見つかってほしいね。ワドさんの配信は正統派配信で感動しました。まあ、自分もワドさんみたいな、フワッチャーになりたいです。フワッチャー！フワッチャー来たー。 やべえな、フワッチャー！ ありがとうございます。フワッチャーっていうの？何言う？俺すげえな。正統派じゃないでしょ。ありがとうございます。フワッチャー。新しいな。俺初めて聞いたんだけど。フワッチャーいいね。俺フワッチャー名乗るわ。ありがとう。フワッチャーね。いやいや、いつまでも友達やめてくんない？だから俺のさ、大切な彼女の、すっげえ大事な彼女なの。いつまでも友達なのすげえ迷惑だから。もう本当にやめてほしいんだけど、のぞみ。かっけえな、ふわっちゃ。ありがとうね。正統派配信ではねえよ、俺は。全然。僕は和藤さんになりたいです。 DMA ください。いや、そう、だから子供の頃発覚したら、その人よりも長けてる能力もあるのね。 ADHD とかだから天才とか生まれやすいって言われてる。育て方によると、うつの薬ってあるけど、あれは治す薬なの。その時だけごまかす薬で飲める。そもそも西洋医学と東洋医学の考え方なんだけど、東洋医学っていうのは根本を治療するんですよ。だから、漢方薬って言われてるもののほとんどっていうのが、基礎代謝を上げるとか、体温を上げるとか、体を改善する方なの。だから、東洋医学に長けてる人は知ってると思うんだけど、東洋のちゃんと、お医者さんとか行ったらわかると思うんだけど、食事改善とか運動改善とともに漢方薬の指示が出るの。で、西洋医学っていうのは、西洋の考え方なんだけど、問題が起こった場所、例えばアトピーが出たら、皮膚にアトピー、荒れ物が出たら、これを抑えるためにはどうしたらいいかっていうアプローチをずっとやってきたのよ。だから、ステロイドとか塗ったら緩和できる。要は、表面化したものに対して局所的な対処っていうのがすごい上手いのが西洋医学なの。だからどっちもどっちで悪いとかいいとかじゃないのよ。そういうのに長けてるのが東洋医学、そういうのに長けてるのが西洋医学っていう。私の子供 ADHD なんで月1病院行ってます。ADHD の子は気をつけた方がいいのが、リタリンっていう薬が処方されることがあるの、子供の頃。ただリタリンはやめた方がいい。なんでかっていうと、お医者さんとそれはちゃんと相談した方がいいんだけど、リタリンって最近分かってきたのが、覚醒剤と全く同じ成分だって言われてんの。だから子供がおとなしくなるのは 覚醒剤ぶち込んでるからっていうふうに言われてる。初見です。自律神経失調症って治りますか？僕は医者なんじゃないんで分かんないです。僕は医者じゃないんで。この人アスペルガーだから人の気持ち分かんないのね。いや、だからそれは俺の悩みなんだから言うなよ。東洋と西洋は全然考え方違う。あ、友達やめて、本当に、のぞみ。すげえ助かるわ。ありがとう。親友のためを思って友達やめて。親友のためを思ったら、友達やめてあげて。本当に。
もうね、あの親友の彼氏にハゲっていうような女はダメ。だからどっちがいいかどっちが悪いかっていうのはどっちが合ってるかどうかだよね。例えばその命の危険にさらされるような病気の場合だと、もう局所的にパッて対応しないといけない場面とか出るじゃん。そういうのに西洋医学ってめちゃめちゃ強いんだよ。親友じゃないよ。なんか始まったぞドラマが。親友ではないんだ。傷つくだろそれ。のんたはのぞみのことを親友って言ってたよ。出た。和道と私どっちとる。めんどくせえ。和道と私どっちとる。はい、こんばんは。高谷いらっしゃい。さあ、ノンタはなんで答えるんだろうね。コンサートは結構強いね。私の親友、カナエ。知らねえわ。お前の親友のカナエなんて知らねえわ。初めて聞いたわ。もう一回叫んでください。感動です。リスナーさんの心をつかむ配信術を伝授してください。ふわっちゃーああ、友達いなくなっちゃった、のんたん。ロンリーガール、寂しいんじゃないよ。今日風が気持ちいいよね。あ、でもね、一個だけアドバイスがあるんなら、ふわっちやるんだったら、コテハン変えた方がいいですね。レイちゃんリオ。レイちゃんリオをね、これね、なんていうのかな。配信者って、呼びやすい名前がいいと思うから、できればね、ひらがなかカタカナかで、簡単な、呼びやすい名前の方がいいと思うよ。ローマ字だとね、リスナーさんがコメント打ちづらいから、絡みにくくなると思う。だって私の個人情報を流すのよ、このハゲ。じゃあ、俺は鮫島さんから聞いた話で、本当かどうかわかんないもん、別に。和道さんめっちゃ楽しそう。いや、でも本当望み嫌いなんだもん、俺。俺本当望み苦手なんだもん。それはいくないな、とか。これちょっと待って、このハゲって言われてんだよ。私の個人情報。いや、それは事実かどうかを否定すればいいじゃん、別に。あくまで噂ですから。灰島隆一郎さんいらっしゃい。楽しんでってください。こんばんは。あ、ぜひぜひフォロー大歓迎です。よろしくお願いします。ぜひぜひフォローしてください。本当だったの？本当だったの？あ、それは悪かったわ。のぞみさんすいませんでした。のぞみさんすいません。悪いじゃ済まない。やり方がヤクザだから、ね、やり方がヤクザ。もう恫喝の仕方がヤクザだよ。のぞみ、誠意見せろって話だよ。誠意見せろっていうやからだからな、ほんと。個人情報流してねえわ。障害者年金もらってるんでしょっつったんでしょ、あ、ていうかもう本当にそういうことやるんだったら、俺マジで本当に縁切ってもらいたいんだけど、もう迷惑なんだけど、マジでのぞみ。やめてくんね。新しいフォロワーさん紹介します。レイちゃん。リオさん、レイちゃんリオさん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、もういい、もういい。もういい、もういい。でも、あれだよね。ふわっちで稼ぐ人、本当に多いよね。去年のトップ3の売り上げ聞いた？収入。去年のトップ3、年収2000万だったよ。やばくない？ふわっちで、
放送や、1年間放送やってたら年収2000万だよ。やばいよね。年収2000万だったら税金どれくらい取られるんだろう。1000万は国に返さないといけないんだもんね。めちゃめちゃだよな、ほんと。夢があるよね。YouTuber みたいじゃん。下手したらこれ億稼ぐやつ出てくるぞ。今年。俺マジな話だと思うけど。うん。絶対いるでしょう。絶対いると思うよ。うん。4割取られる。あ、税金4割だ。だからさ、稼いでる人を税金対策でなんか支援できるような仕組み作るといいかもしんないよね。うん。税金対策で。うん。ハドさん、ドイヒーじゃねえよ。所得税は520万ぐらいか。大変だよな。でもさ、ぶっちゃけた話は俺思うけど、年収500万ぐらいだと仮にすんじゃん。独身で30歳で年収500万、それでも勝ち組だよな。普通にサラリーマンでいいとこ勤めてて、30代だったら年収5、600万とか800万とかいくと思うんだよ。勝ち組だよな。あ、5、600万ぐらいか。役職ついて。だって、1ヶ月でさ、40万じゃないか。35万手取りのボーナスがあるでしょ。それくらいでしょ多分。年収5、600万って。うん、ずっとも。ずっとも。うん、ねえ。所得がね、所得上げたいな俺も。だってあれでしょ、例えばさ、俺今のペースで言ったら月収15万は多分超えると思うんだよ。でもさ、15万ってアルバイターだからね。ちょっと待って、計算してみようか。15万のペースで15,000円、15万かける12は180万だよ年収。最低限でしょ。配信でさ、やっと食えるようになったのに最低限だからね。年収500万すごいよね。うん。年収500万すごいと思うよ、やっぱり。やっぱ1000万超えてみたいね、配信で。あの、ニコニコ生放送の時には不可能だったさ、配信で年収1000万を超えるっていう。年収1000万超えたらさ、社会的評価、上がるっしょ。絶対。そう、どんなジャンルでもすげえってならない？年収1000万って。あ、すごいなってなると思うんだよね。俺なんて感動するもんね。高校生の初任給ぐらい15万。多分そうだよね。高卒の初任給、いや、もっといくと思うよ。うん。大変だよな、自営業って。自営業大変。でもそうやってさ、公務員とかいいとこで勤めてちゃんと安定収入があるって大事だよね。そう、家庭を築くって考えると、家庭を築くって考えたら大事だと思う。そうそう、偏見がある人も、あ、すごいってなるよね。やっぱ収入ってそういう意味でさ、高ければ高いほど有利だと思うんだよ。例えばさ、自己紹介の時にさ、ご職業何やってるんですかって言われたら、俺はさ、ネットタレントですって答えてるわけじゃん。はってなるわけじゃん、相手は。わっってなるわけだけど、あ、痛いやつだって思われるけど、あ、どれくらい稼がれてるんですかって、あ、年収1000万ぐらいですねってさ、ファーってなるもんね。うん。ね、え、消費税が来る。え、消費税来んの？あー、いや、社長やってた時、経営者周りにみんな時間が足りないっていうのが口癖だった。時間が足りないっていうのと、あと自分があと5人欲しいとか、わけのわかんないこと言うよね。周りのできる社長ほど時間が足りないが口癖と、自分がもう一人欲しいとか、自分があと5人欲しいとか。うつ病は治る。っていうかね、うつ病っていうのは、結構誤解されてるんだけど、100人に1人ぐらいなるんですよ。だからどんな人でもなる可能性があるって言われてる病気なのね。うつ病は。
で、うつ状態とうつ病って違うんだけど、うつ状態は結構なるんですよ。うん。あり余る時間。働け働け、うん、消費税が来んの？自分も、何人欲しいってよく聞きます。ああ、言う人いるよね。だから、その稼ぐ人ってやっぱストレスが半端じゃないんだと思うよ。ストレスが半端じゃないんだと思う。ねえ、時間は有限だからね。大変だよね。ねえ、あとよく聞くのが、人を育てるのが一番大変っていうよね。ぶっちゃけた話、仕事を生むとか、ある程度まで行くとお金を生むとか、自分の力をがついてくると、お金はいくらでも生み出せるのは簡単になってくるんだって。社長業って。ただ、部下を稼がせるように育てるとかがめちゃめちゃ難しいっていう。いや、紙フワッチャーじゃないですよ、僕は。俺紙フワッチャーじゃないよ。うつは遺伝する、あると思うよ。っていうのも、日本人がそもそもセロトニンっていう、その脳内物質があるんだけど、セロトニンってさ、ふわふわした感じとか、多幸感、要は感動するふわーっとくる気持ちよさみたいなのがあるじゃん。感動するときとか。幸せ物質って言われてるんだけど、そのセロトニンの分泌量が異常に少ないんだよ。日本人って。で、セロトニンを増やすためには大豆とかが一番いいの。イソフラボンとか取った方がいいんだけど、だから日本人って大豆をいっぱい食べるとか、最近研究で言われてるよね。大事な彼女とかマジ笑える、うん、めんどくせえこいつら、うん、めんどくせえな。今この枠に書き込むのにすごく勇気がいるのはなぜだろう、うん、いやーマジでめんどくせえな。セロトニンが出ない。ノンタンはだからセロトニンの分泌が少ないんだろうね。大事な彼女とかマジ笑えるんですけど、つは別に大事な彼女で何が悪いんだよ。何が悪いんだよな。大事な彼女で。大事な彼女なんだ、いいじゃん、ほっとけよ、うん、出た大好きだよ出た出た出た、ワン太郎のノリ。リスナーが大事なくせに、俺リスナー大事だよ、うん、リスナーと彼女どっち選ぶっつったらリスナー取るよ、悪いけどていうかさ、のんたんさ、のぞみに個人情報流すのやめてくんない？なんでさ、俺とノンタンしか知らないプライベートの会話をのぞみが知ってるの？やめてくんない？ガチで恋愛相談をのぞみに持ちかけるのやめてほしいんだけど、うん、これ新しい嵐でしょ？新手の嵐だよ、これ絶対。こいつバカ。お前にバカとか言われたくねえわ。絶対お前の方がバカだから、うん、俺断言できる。俺自分のこと頭いいと思わないけど、絶対のぞみの方がバカだと思う、うん、そこは譲らないよ。てかマジでブロックしようかな。放送荒れるんだけど、マジでブロックしようかな。会話がやり、悪知恵使えないくせに、もう犯罪、発想が犯罪者だよ、発想が犯罪者。俺なんて真面目だもん。曲がったことが大っ嫌いだもん。ブロックしたら人生がある。そうだね、粘着される可能性大だよね、うん、
いや、マジでめんどくせえな。女とばっか絡むくせに。じゃあ、女とばっか絡んでないでしょ。全然。女とばっか絡んでないでしょ。やりづれえな、ほんと。マジ。よくわかんないけど、めっちゃ絡まれてる、うん、めっちゃ絡まれてる、うん、めんどくせえ。ムカつくとか言って、触らぬ限りにたたりなしだから、触らない方がいいよ。あ、別にお前のアナルいじりたいわけじゃないから、ノンタン。ノンタンはアナルをいじりたいだけじゃねえから。出ないわ、出なかったわ。え、サメ島さん、サメさんに電話した今、うん、サメ島さんに電話したのに出なかった、うん、世界で一番可愛いサメちゃんに電話したんだけど、お前のことサメ島も嫌いだよ。もうやめてくんない？そういうの。そうそう、今日誕生日だから電話した。おめでとうございますよと思って。カズマさんの誕生日だ、今日。我らがカズマの誕生日だから。じゃあ枠終わった瞬間にさ、解散した瞬間に、のぞみが、なんかのぞみの枠見たら、私ワードやっぱ嫌いだわって言われたから。すげえへこんだから。あ、やっぱクズだなと思った。今日誕生日、今日誕生日。タッチャンワード2、いらっしゃい。
ねえ、もう触らない方がいいから、触らぬ神にたたりましたね。あ、もういいや。はい、のぞみブロックでーす。のんたんブロックでーす。はい、ブロックしてやったわ。あ、もううぜ、ほんとに。のぞみとのんたんブロックしました。ざまーざまー。ホームページゆっくりゆっくり作ってる。いつまで完成っていうのはないかな。いや、やっと解放されたわ。もうイラ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 してたから、ブロックしてやったわ。ダブルノンタンブロックしました。いやいや、やりづらいっしょ。こんなコメント欄荒らされて。喋りづらいもん。いや、やるでしょ。ノンタンブロックした。うん。ノンタンブロックした。だってもうセットでうざかったんだもん。和道ヒストリー？あ、全然作るよ。ブロックした。だってもう完全に嵐でしょ、あれ。完全に嵐でしょ。そう。はじめ社長と同じ BGM。いや、だって、綾香にすげえ敵対してるじゃん、まだ。もうめんどくせえやと思って。制裁を加えたわ、制裁を。ブロックでーす。のんたんかわいそう。いや、もうだって悪乗りしてんだもん。やりづらいもん、正直。こんなんずっと続いたら配信できないもん、俺。トークできないもん。いや、思いっきり、ここは A 段だよ、A 段。いや、彼女もブロックしたよ。いや、あとは大変。だってこんなの、俺仕事でやってんだもん、配信。トークできなくてコメント止まってたじゃん、実際。ねえ。だってみんなも気使ってさ、そんな、ねえ、言いたいこと言いづらいじゃん。愛知どれくらいだろうね。愛知は、中盤戦かな？まあ、靴、あれ？やばい。あぶねえ。サブアカもブロックしました。はい、NG でーす。私まだこう、のんたん解除して。いや、そういうのが嫌なの。そういうのがいい。綾香普通にいていい。いや、もう、こういうことやってたら繰り返すから。結局、綾香だけじゃなくて、それで何人もいなくなってるから。それ何人もいなくなってんのよ、実際。だから、いい。一回お灸据えないと分かんないんだよ。だって俺は仕事で配信やってるわけだから、やめて。普通にコメント打ってもらいたいの。そう、何回も同じこと繰り返してるから。確かにそうなんだけどね。のんたん分かってくれるといいんだけど。そうだね。まあ分かってくれるっしょ。彼女だろうとなんだろうと、この枠ではリスナーだから同じ。関係ないっすよ。関係ない。そこはね、やっぱね、しっかり切り分けていかないと。のぞみさんブロック入れた。葵さんいらっしゃい。もう完全に嵐行為してたから。ヒートアップしない大丈夫よ。私も望みを。はい、さよなら。何個赤持ってんだよな。のんたんコメントと普段いる時とキャラ違うね。全然違うよ。全然違う。むしろネットの人格の方が長いからな。10年間引きこもりやっててネット依存してたことだから。ネットの人格の方が本当のんたんだから。仕事と生活変換のことですごく悩んでるんだけど、ここでは書けない。DM してもいいですかね。いいよ、全然。仕事と生活変換のこと。ほう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 。
全然。初見さんいらっしゃい、サクさんいらっしゃい、楽しんでってください。のりこさんがレッツノート返せ。やっぱ借りてるもんだから返しますよ、全然。むくむくさんフォローありがとうございます。なんで旅するんですか。旅人になるのが夢だったんで、それで旅をしようと思いましたね。いや、何の話っつうか、ずっと荒らされてただけだからね。何の話もできてないよ、ずーっと荒らされてたんで。あ、ツイッターフォローありがとうございます。よろしくです。新しいフォロワーさん、たっちゃんさんフォローありがとう。たっちゃんさんフォローありがとう。のぞみちゃんが来たら空気変わるよね。あそこまで空気変えられるってやっぱりすごい。空気変わるよね、わかる。なんかアントニオ猪木が枠に来たみたいな感じ出るよね。なんかこうピリッとするよね。コメントで空気変えるってすごいよね。あ、ほんとに？たっちゃんでいいの？オッケー。はいはい、コメントいっぱいしてくれるようになったら、なんかそのうちにタメ語になってくると思うよ、慣れてきたら。新しいフォロワーさん紹介します。ムキムキパンさんフォローありがとう。いやー、もうやめてほしいな、ほんと。どんだけ捨てアカ持ってんだよな。レッツノート返せ。いや、取りに来ればいいじゃん。レッツノート返すけど、鍵返して。じゃあ電話するよ。じゃあ、ウリ坊さんいらっしゃい。もしもし。はい。何、レッツノート返せって言ってんの？はい。もしもし。うん。レッツノート。なんでブロックするの？だって荒らしたから。え、別に荒らしてない。荒らしたでしょ？
のんたん。ダメでしょ？荒らしたら。ね、のんたん、レッツノート返せって言ってんの？俺に。だってブロックする。だから、荒らしたらブロックするでしょ？ブロック解除しといたから。じゃあね。もしもし？女とばっか DM して。DM は違うよ。女と DM してないよ。女と DM してないよ。なに DM してないよ、俺。女性と。で、またこの綾香っていう人と絡むとさ、ブロックするんでしょ？だから別に、だから綾香はずっと謝ってるじゃん。だからごめんねって言ってさ、別に。いや、それがなんか嫌味っぽい。嫌味じゃないって。嫌味じゃないよ。で、いいじゃん。なんでさ、そうやってさ、リスナーさんに絡むのよ。だってコメントがなんかさ、攻撃的なんだ、うん。攻撃的じゃないじゃん、全然。全然攻撃的じゃないよ。だから。なんでハートとかついてんの？気持ち悪いじゃん。いや、知らないよ、そんな。いや、ハートついてるかどうか、そういう意味じゃないって。女の子はハート使うんだって。使ってないじゃん、みんな。ええ、だから、いや、俺、だから、ハート使うこともあるよ。ハートを使うことも。うん。ずっと使ってるもんだって。だ、じゃじゃじゃ。毎回。それは俺に対してハートを使ってるんじゃなくて、その、そういうコメントってあるじゃん、ほら。若い子が。ハートを使うじゃん、若い子って。え、この人は若いの？いや、若いかどうか知らないけど。若いんでしょ、多分。で、で、別に俺、綾香と何にもないもん、別に。DM してるじゃん。DM してないって、綾香と。してないよ。ほら、ほら、ゆうきちさんこんばんはってハート使ってるじゃん、ほら。ゆうきさんこんばんは。ほら。みんな使ってるじゃん。普通だって。だから、のんたんが思い違いだよ、それは。浮気なんかしないよ、俺。してないよ、浮気なんか。でしょ？浮気してないでしょ、のんたん。の？のんちゃん？のんたん？うん？だから、浮気はしないから。だから放送荒らさないでってお願いしてんの。普通に。仕事だから俺。ネットタレントだから。ね？インターネットタレントだから俺。ほら、みんないちいちうざいって言ってるじゃん。こいつら違うって、違う。みんなそんなこと思ってないよ。別にみんな彩香のこと普通だと思ってるよ。ほら、一リスナーだよって言ってるじゃん。違う。だからもう2チャンネルとか、もうニコ生のリスナーとかと絡むとこういう風になっちゃうんだって。だからもうこういう質の悪いリスナーとは付き合わない方がいいんだって。
じゃあ、質の悪いリスナーって誰？どれでも、のぞみと、ポコと、あと誰だ？のぞみ。リスナーさんじゃないの、それ。こんなゴミだよ。こんなゴミだよ。ゴミクズだよ。リスナーじゃないよ、こんなの。ゴミクズですよ。で、自分を囲ってくれる女だけがいい。そうだよ。じゃ、ハーレム作ってたいの。え？でに、ハーレム？ ハーレム作ってますよ、僕は。ゆっくり、3年間かけて。ハーレム作ってますよ。で、旅してパコるの。ね、何してパコんないって。全然パコんないって言ってるじゃん。パコんないよ。モンタン。パコるのが嫌なの？当たり前じゃん、そんなの。なんで、パコんないよ。なんで今ちゃんと答えないの、真面え？いや、目。真面目に。パコんないもほら、DM 送りましたって来てるよ。いや、だから違う違う。仕事の相談でって言ってるじゃん。仕事の相談で、俺に、相談に乗ってもらいたいからいいよっつったのよ。なんでこれが浮気なのよ。そんなの口実で他の人に相談すればいいじゃん。いやだから、その頼りにしてくれてるわけでしょ？俺のことを。俺に相談したいんだよ。俺に。どうやったらナマコになれますかっていう相談。ちょっとじゃあ DM 見てみようか。どうやったらナマポに相談、ナマポになれますかって ちょっとじゃあ見てみるよ。その DM。どうやったらナマポになれるかっていう。性分だな。なるほど。ちょっとこれは真面目な相談だったわ。真面目な相談だったからネタにする感じではないわ、ちょっと。パコツじゃねえ。だから、浮気はしないよ、のんたん。のんたん。いや、ノンタは俺のツイッター勝手にハッキングできるから。今カチカチって聞こえたでしょ？ 今カチカチって聞こえたでしょ？もう俺 ID パクられてるから、多分今俺のツイッターにログインしてんだよ。大丈夫よ。浮気しないよ、ノンタ。そうやってなんかふざけて言ってる。じゃあ仮にの話だよ。仮になんだけど、俺がもし浮気したらどうすんの？のんたは。え？刺す。え、誰よ？え、誰よ？両方。誰とバコってるかなんかわかんないじゃえ、そんなん特定するの？ん。どうやって特定すんの？探偵雇って。刺したらだって飲んだら刑務所行っちゃうよ。いいよ、別に。いいじゃん、もう刺したんだから。どうやって刺すの？どうやってって？だからどういう時にどういうのでどうやって刺すの？証拠が分かったら、ブスって。ブスーって刺すの？ピシューって切るの。どういう感じ？
え、首んところ。首のところ プシューって刺すの。ピューと出るまで。え、誰みたいにそれ。え？サメちゃんみたいに。サメ島さんみたいにピューって そう、ピューと出るまで。おっかないな。動かなくなるまで見届けてあげるから。あ、そうなの？刺したらダメだよ、ノンタ切るのはいいんだ。ン。切るのもダメだよ。でも、まずナイフを持ち歩くの銃刀法違反だから。ダメでしょ？ 5 センチならいいんでしょ？ いやいや、それ、情報が古いから飲んだ。刃物持ってたら、捕まるから、今。セラミックは？いや、材質の問題じゃなくて、あれ、刃渡り5センチっていうのが一番有名なだけで、刃の幅とか全部細かく決まってて、カッターナイフでもダメなの。一番短いカッターナイフでも使わんの、今。ナイフ自体がダメだと思わないダメ。どんな感じでもパクれるようになってるから。銃刀法竹は。は？竹？竹？竹串。竹串でどうするの、なんか。え、プシュッと刺すんじゃ。どこ？え、頸動脈。竹串か。なんか1年ぐらい前、2年ぐらい前になんか同じこと言ってた人がいる。誰だったっけな。なんかね、1年か2年ぐらい前にね、なんか僕はですね、爪楊枝を目の奥にぶっ刺すことによって人をぶっ殺すことができるんですよ、和道さんって言ってる人がいたんだけど。脊髄でもいいけど。竹串をどこに？脊髄。綾香の脊髄に竹串ぶっ刺すの？そう。綾香どうなっちゃうのそれ？え、もう、一瞬でもう、プシューってなるよ。もう目の前が真っ暗になっちゃあやか逃げて。じゃあ他に何、誰があれなの？あやか以外で言ったら、あ、こいつ和道さんのことを浮気してるっていうリスナー誰かいる？この中に。アメっていう人。ちょっとみんな手挙げてみてください。ちょっとみんな手挙げて出席確認。ちょっとのんたんがチェック入るんで。今いるリスナーの中で、のんたんの竹串リスト。手挙げてください。ああ、この中。雨って来るじゃん。雨？雨っていう人いるの？雨さん、女のあ、人となぼのけか？てる、とぼけてる。雨さんいるでしょ？他には？この中にいる？夏の。夏の。でも夏のっていう人多分今日初見だよ、この人。この間来てなかった。うん、わかんない。この間来てないと思う。桜子、私は、だって。桜子もダメ。桜子も、リア突に来た竹串で刺すの。どうやって？どうやってて？どういう風に刺すの？竹串。脊髄にプシュッと。どんな顔で？どんな顔で？え、そちらの顔で。そしたら顔で、竹串そーっと近づいて、プシュッと。めっちゃ面白いじゃん、それ。ぶつかったような感じ。ああ。ああ、失礼っつって。ソリーって。ソーリー？ソリー。めっちゃ面白いじゃん、それ。脊髄ってどこにあるの？脊髄ってどこにあるの？首のところ、首首のの、後ろのところ。ここのど真ん中。
これデパテとかあんじゃん。うん。そこの、ちょっと上のとこ。うん。竹串刺さるかな？刺さる刺さる。うん、でもさ、のんたん、そんなこと言ってたら女の人のリスナーさんいなくなっちゃうじゃん。うん。いや、うんじゃなくて。え？いや、じゃなくて。うん。いや、うんじゃなくて、女の人のリスナーさんいなくなっちゃうじゃん。うん。いや、うんじゃなくて。リアトツ来なければいい。リアトツ来てないじゃん、誰も。この間来たじゃん。誰が？ああ、何？高円寺の時？うん。だってそんな俺知らないもん。リアトツ行きますとか連絡なかったじゃん。しょうがないじゃん。じゃあ何？あの女の人また高円寺で来たら竹串で刺すの？そう。どこを刺すの？首。首？どんな顔で刺すの？いや、そ知らぬ顔。そ知らぬ顔で刺すの？あの綺麗な。総理って。総理って。ダメだよ、ノンタそんなこと言ったら。うん、じゃあ、丸いで売ってたかんざしは？うん。あのキラキラしたやつ？そう。あれ欲しいの？うん。あれここにずっとノンタ刺してて、リスナーさんリアとした子を言って、そちらの顔でブスっていくの？そう。総理って。ダメだよ、ダメだよ、そんなことしたら。なんでそんな悪いことばっかり考えるの、のんたん。ダメでしょ？ダメでしょ？だってハーレム作って喜んでるから。違う、だから女性のリスナーさん大事でしょ？別にそれ浮気じゃないから。浮気じゃないから。それは。群がってくるメスども。しょうがないじゃん。好きなんだもん、俺のこと。え？好きなの？好きでしょ。好きだから、みんな俺でオナニーしてるんだから、女性リスナーは。みんなしてるよ。じゃあ滅ぼさないと。滅ぼさない、いやダメだよ、そんな。竹串が足りないよ。うん、ほら、のんたんごめんねって、ほら、私もオナニーしてるよってあやか言ってるじゃん。死んだらいいの。そりゃそうだよ。和道リスナーの女の人は全員俺をオナペットにしてるんだから。モテない男よりいいんじゃないだって。じゃあ何、うん、あの別れるの待っててさ、うん、そのお下がりをさなんか待ってるわけ。そうだよ、みんなノンタン別れ待ちだよ、これ。順番待ちだよ、これ全員、うん、全員和道の体を狙ってるんだよ、これ、うん。じゃあもういらなくなったらさ、うん、もうお下がりでいいんだ、別に。そうだよ、お下がりでも好きなんだよ。あ、そうなの。そう、お下がりでもいいから付き合いたいっていうリストだから、これ。もう使えなくして不能にしてからじゃあ渡すか、うん、だからもうだってもう今 DM3 件ぐらい来たもんね。竹串なんか別に怖くないからみたいな感じ、うん、じゃあ何の LINE が来てるよ今。竹串なんか別に私怖くないけどって、うん。ね、でもあ、そうだ、あれを切ればいいんだ。あ、そっか。プーさんがいいこと言った、プーさんが。俺のチンチン、俺のチンチン切ってどうすんの？もう不能。いや、不能じゃなくて、俺のチンチンはどうするの？切ったやつは。え？塩に埋めとく。塩に埋める？何？ピッ。塩漬けして取っておく。どんな容器に入れるの？え、あの骨壺みたいなやつ。骨壺の中に俺のチンチン入れとくの？そう。どこに飾るの、それ？え、仏壇の上に。仏壇の上に飾るの？うん。でもチンチンなくなったらエッチできなくなるよ、俺。え、もういい、それ。何、もういいって。なんでもういいの？ん？やんなくていい。え、俺とエッチしなくていいと思ってんの、のんたんは。うん。何それ。
どういうこと？ノンタンも困るでしょ。俺とエッチできなかったら。困んない。なんで困んないの？女が近づいてくるより。でも、そうし、じゃあ、ノンタンの買ってきたピンクローター代わりにつけといてもいい？俺。ダメ、没収する。あれダメなの？だから浮気はしないから、もうリスナーさんにこう喧嘩売るのやめてよ、のんた。別にそういう目で見てないから。みんな応援してくれてんの、女の人も。でしょ？別に、下心とか合ってるわけじゃなくて、今刺されてもいいって言ったじゃん。だから刺されてもいい。DM 来たでしょ？刺 DM。されてもいいって。DM 来たでしょ？いや、竹串なんか怖くねえって言ってるよ。DM 来たでしょ？綾川が言ってるよ。竹串なんか私全然怖くないって。じゃあガチのナイフで。竹串なんか痛くも痒くもないけどって言ってる、綾川は。じゃあ一番痛いやつで。何？俺のチンチンなくなっちゃったら飲んだら気持ちよくなんないじゃん。え、いいの？何それ？いいもんって。じゃあ、やか一番痛いやつで。何？一番痛いやつは何があるの？え、一番痛いやつ？注射器で痛い液体を流し込む。痛い液体って何？いろいろ。何？痛い液体を綾華に刺すの？溶剤、タンパクトが溶ける。タンパクが溶ける溶剤を綾華に注射すんの？そう。綾華のどこに注射すんの？え、いろんなところに。どんな全身に。全 身に？あ、脳に刺しとく。何飲んで？え、脳に刺しとく。脳？脳だ、頭蓋骨あるからさせないよ。刺さる刺さる。そっか。隙間空いてるから、この真ん中のとこに。そうなの？分かった。じゃあもう切るね。もしもし。もう仕事だから寝るよ、のんた。明日、8時に起こして。8時？8時は早いか、9時か。9時？だ、仕事だもん、明日。9時から、9時半じゃダメなの？9時半だとちょっとさ、お風呂入ったりとか、ひげ剃ったりとかできないじゃん。じゃあ9時で。9時と9時半ね。また、綾香と仲直りして。いや、なんで？友達じゃないから。別に綾香は友達になりたいっつってるんだから。いい、会ったことない人だから。ね、攻撃しないであげてよ。かわいそうじゃん。攻撃はしないであげてよ。綾香のこと。しない。しない？約束してくれる？ブロックしとけばいいんでしょ？ああ、そうだよ。のんたんが綾香のコメントをブロックしたら、のんたんは綾香のコメント見えないよ。俺は読めるけど。俺と綾香は繋がってるけどね。俺は綾香のコメント読めるけど、のんたんはコメント読めないよ。俺は綾香のコメント読めるけど。俺と綾香は繋がり続けてるけじゃあそっちでブロックしとくから。どね。何？俺のアカウントで綾香のことブロックすんの？俺のパスワード知ってんの？だってそれつきっぱなしだ。やめてくんない？人のパソコンをいじくるの。俺のパソコン勝手に触るの本当やめてくんない？
お願いだから。やめて、それは。ね、のんたん。人のパソコンは触らないで。ね、のんたん、浮気は絶対しないから、もう心配しないでよ。ね。だって自分がそうやって綾華綾華ってずっと言ってるからじゃん。だって、あやか、俺の大事な、俺のあやかだもん。俺はまたそういうこと。俺の大事な綾香にもうちょっかい出すのやめて、のんた。じゃあそんな大事なら付き合えばいいじゃん。違うよ。俺と綾香そんな感じじゃないから。俺と綾じゃあ香、どんな感じ？俺と綾香もっとあれだから。もっと濃厚なやつだから。どうのこうなの？心と心でつながってるから。俺と綾香は。じゃあ、のんたんつながってないよね。のんたんは体と体でつながってるかじゃあ、いらないじゃん。ら。天下でいいじゃん。え、のんたん天下だったの？で、今そう言ったじゃん。そう言ってね、のんたんのこと天下なんて言ってないよ。俺はのんたんのこと天下だなんて言ってないよ、一回も。オナホール。オナホールじゃないよ、のんたんは。オナベッド。オナベッドじゃないよ、のんたんは。やめろ、やめろ。だから、俺と綾香のことにもう口出すのやめてくんね、本当に。今二股。俺と綾香大事な時期だから、今。すげえ大事な時期。二股じゃない、全然。二股じゃん。俺と綾香のことをもう口出すのやめてくんね、本当、のんたん。二股。悪いけど、綾香と俺の問題だから、これは。二股。俺と綾香の問題だから、やめてくんない？本当に。二股。二股じゃない、全然。でしょ？二股じゃないでしょ？二股じゃん。二股じゃないよ、全然。いや、浮マジ気じで。ゃん。いや、浮気じゃない、マジで。マジで、もう、だから、リスナーさんに、もう喧嘩売るのはやめよ。今自分が言ったんじゃん、それ。え、だから、冗談はさておき。ね？冗談通じない。そういえば、なんだっけ？なんか香川さんの彼女の名前なんだっけ？香川さんの彼女。なんだ？M タ M タン？お前、M タンのところでコメント売ったらしいね。ン。打ったよ。その時に、配信者の彼女って大変だよねって、ドヤコメント打ったって本当？そうだよ。なんでそんな、なんか、そのコメント打ちたかっただけでしょ？それ違うよ。言いたかっただけでしょ？配信者の彼女って大変だよねって、ドヤ顔で打ってたよって、報告来たよ。違うよ。恥ずかしいからやめてくんない？それ。誰か、何が大変なの？誰がわざわざ報告したの？あやかだよ。ほら、もう絶対許せん。いや、だからもう、ほんと俺とあやかの問題だから、これは。あやかのこと悪く言うのやめて、ほんと、のんた。あやかのことを悪く言うのだけはやめて。じゃあもう行かない。どこに行かないの？そこに。俺の家行かないの？うん。どうすんの？のんたんの荷物いっぱいあるよ、パジャマとか。いらない。いらないの？じゃあ俺着ちゃうよ、のんたんのパジャマ。別に着れないじゃん。いや、着れるよ。ちょっと待ってろ。のんたんもう俺の家行かないの？来ないの？じゃあパジャマどうすんの、これ。かわいいパジャマ。燃やせばいいじゃん。燃やさない。大事に着ていいの、俺。ほら、着れるじゃん。ほら。のんたんのパジャマ着れるじゃん。ほら。着れるじゃん。
俺着ちゃうよ、飲んだのパジャマ。やだ。やだって何？臭いから。臭い？飲んだ俺のこと臭いと思ってたの、今まで。臭い。え、飲んだは今まで俺のこと臭いと思って付き合ってたの？臭くなるからやめて。ちょっと待って、何臭いの？ちょっと待って待って、ちょっと一番ショックなんだけど、それ。え、いいの？言っちゃって。みんなに言っちゃっていいの？ちょっと待って、そんなにいいの？みんなに言っちゃって。え、臭かったの俺。みんなに言っちゃっていいの？ いいよ。何臭え、じゃあみんなに言っちゃう。脇がだもんだ。もう終わりだわ。もう終わりだわ。もうそんな風に思われてたんて、そんな もう終わりだわ。もう終わりだわ。そんな脇がとか言われたら。なんでそう言っちゃいけないこと言うの？ そういうだっのて言っていいって言ったじゃん、今。それネタでしょ？うん、ネタじゃない。だってみんな言っていいって言ったもん。いや、そういうの残るからやめてもらいたいんだよね。そういうのずっと言われるんだよ、2年ぐらい。いや、俺、脇がじゃないよな。ワッキーとか言え、そうだっけ？われる。え？そうだっけ？わ、う、ネタでしょ？え？本当？いや、本当じゃなくて。窓の輪は、飢餓の輪とか。え、じゃあもう来ないの、のんたん。俺と別れるの？うん。だって、綾香はいいって言ったじゃん。じゃあ、綾香と俺はそんな感じじゃないから。俺と綾香はもっと違うから。もっとどうなの？もっとあれだから。あれ？もっとどうなの？もっとだから、あれだよ。もっと綺麗なやつだよ。じゃあいいじゃん、それで。じゃあ何？俺、飲んだんと別れた綾香と付き合うよ。いいよ。いいの？じゃあ、最初からそうしたかったんだ。いつ気づいたわの？ざと煽ってきた。いつから気づいてたの？俺の綾香の気持ち。綾香と俺の気持ちにいつから気づいてたの？のんたんは。今。今気づいた？ごめん、なんか言えなくてごめん。俺、綾香のこと幸せにするから。お前の分も。お前の分も、俺、綾香のこと幸せに絶対するから。ありがとね、はい、どうぞ。まあ、じゃあ、綾香とそういうことになって、本当に。綾香よろしくな、これから。もう、隠すのやめよう、綾香。堂々とやるよ、俺は綾香と。これから。もう寝ていい？のんたん。勝手にすれば。なんで？なんで勝手にすんの？なんでそんなひどいこと言うの？のんただってもう別れたん。もう別れたの？もう別れたの？のんたんの中で。のんたんの中でもう俺は彼氏じゃないの？ただの脇がなの？って綾子と付き合ってるからいいじゃのんたんにとって俺はただの脇がなの？ん。そう。マジかよ。
いつぐらいから脇型だと思ってたの？ちなみに。それ最後に最初から。最初ってオフ会の時に会った時から、部屋行った時え、じゃのんたんがもしかして寝る時にマスクつけてたのは脇がだからなの？そうだよえ、のんたんは冬場だから喉痛めるといけないからってずっとマスクつけてたのは本当は喉のことじゃなくて脇がのことでマスクつけてたの？そう、大変、もうあのマスクと耳栓でマジかよ。マスクと耳栓だから、うん、マジかよ。俺ショックだわ、うん、本当にショックだわ。なんかマジかよ。いびきはね、喋ってる声よりうるさい。うん。他にはあるの？なんか、のんたんだけが知ってることってあるの？もう、こうなっちゃったらもう終わりなんだから、最後に言いたいこと言っていいよ。あと？うん。もう言いたいこと言ってな。うん、なんか風呂場がどぶくさい。どんな匂いなの？え、どぶ。他にはある？特にない。特にないの？じゃあ俺の良かったところ言って、付き合って。いや今悪かったところ言ったじゃん。今は和道の悪かったところ言ったでしょ、うん、だから今度は良かったところ言おうよ。忘れた忘れちゃったの？俺の良かった、うん、俺の良かったところ、うん、1個ぐらいあるでしょ、うん。釈迦が懐いた、うん、そっか、わかったわ。じゃ今までありがとうね、のんたん。うん、うん、元気でね。うん、うん、じゃあね、明日あの9時半ね。はいはい、じゃあね、うん、マジか、脇がだと思われてたんだ。ショックだわ。だって明日仕事なんだもん。明日仕事だもん。新しいフォロワーさん紹介します。ゆかちゃんフォローありがとう。脇側自分じゃわからないからね。いや、ちょっと待って待って待って。それさ、のんたんがネタで言ったのをさ、なんで本当に脇側みたいになってんの？俺脇側じゃないよね。俺脇側じゃないよ。あ、どうもどうも。ルナさんいらっしゃい。楽しんでいってください。コメントありがとう。いや、どれくらいのレベル？俺脇側じゃないよ。え、俺脇側だったのかな？え、ちょっとショックなんだけど、俺マジで結構。いや、脇がキャラでやめてくんない？ほんと。いや、マジでショックなんだけど。ちょっと千葉さんに相談しようかな、今度。怪しいじゃねえよ。病院で治るの？脇がって。いや、そう。だから画面上で伝わらないのってリアリティがあるじゃん、なんか。なんかすげえ、だからリアリティを生むようなこと言わないでほしいんだけど。
完全に印象操作だよね。完全に印象操作だと思うんだけど。新しいフォロワーさん紹介します。さきさんフォローありがとう、ルナさんフォローありがとう、いや重曹が一番効くんだよ。そう、重曹が一番効く。脇毛を抜いたらいいんだ、脇毛抜いたらいいんだ。マジか、マジか。ていうかちょっと本当にショックだったんだけど、のんたん俺のこと本気で臭いと思っちゃう本当に臭いと思ってたのかな。マジでちょっとショックなんだけど、俺職場でも脇がキャラなのかな。職場でもそうなのかな。気づいてないだけであいつくせえみたいになってんのかな。やだ、すげえ嫌なんだけど。うわ、めっちゃ嫌なんだけど。明日仕事始め、めっちゃ気になるんだけど。あいつ臭いよねっていう、島津臭いよねって言われてんのかな。マジか。いや、AG ノーズ使ってるよ。マジかよ。いや、もうなんか疑心暗鬼になるわ。何も信じれねえわ。彼女に脇がとか嫌だよね。耳垢湿ってる。べっちゃべちゃ俺。耳垢湿っていいですよ。ガチのやつかな。なんか嫌なんだけど、本当かどうか枠を切ってのんたんに電話したい。本当に脇がなのって聞きたいんだけど。AG ノーズ聞かないのかな。あ、俺でもね、中学生の時のあだ名、84って呼ばれてたんだよね。なんか84が聞かないから84っていうあだ名だったんだよ、中学生の時。ガチなのかな、これやっぱり。俺中学生の時のあだ名84なんだよ。ボトックス？耳垢匂いわかんない。脇がの可能性高いんだ。なんかさ、それ女性リスナーがドン引きするじゃん、なんか。なんかさ、それさ、嫌じゃん。俺、ロハコ事件の後、ほんとパコれなくなったんだよ。ロハコ事件の後、女リスナーと本当にパコれなくなったんだよ。マジかよ。あ、そうなんだ。耳垢が湿ってる場合は脇が率が高い。初見さんいらっしゃい、ロクシーさん。いや、なんかいろいろショックだな。なんかめっちゃショックなんだけど。マジかよ。いや、いいよ、脇がチェックとか。なんかそういうのが一番へこまない？なんか、付き合ってた人に、あいつ臭いんだよね、みたいなこと言われるのが一番へこむんだけど。どうしようかな。じゃあ俺もノンタンの暴露しようかな。俺しか知らないノンタンのこと暴露しようかな。俺も暴露されたから。どうしようかな。俺もノンタンのこと言おうかな。なんか、俺だけやられて、ずるいでしょ。脇がの人は布団が臭い。あ、でもね、確かにね、ノンタンね、俺のね、枕にね、タオル引くようにして、タオルをこまめに洗うんだよね。なんか、ノンタンが俺と付き合ってから、ノンタンが勝手に、俺の枕にタオルを引いて、タオルを毎日洗濯するようになったんだよ。やっぱ、臭いのかな？ノンタンいじめてないよ。ノンタンいじめてないよ。便所さん、なに？あれは、ねえ、のぞみ、あれって、もしかして、便所さんを、脇がじゃない便所さんに対して言ってたけど、本当は俺が臭いって意味だったの？あれは、便所さんいじりっぽくしてたけど、本当に臭いやつがいて、あえて便所さんに言ってたみたいなノリだったの。便所太郎さんも、鮫島さんも、のぞみさんも、のんたんも、俺くせえみたいになってたの、車の中で。だけど、本人に言うとかわいそうだから、便所太郎さんにあえて、脇がだよ、みたいなネタだったの。そうなの？マジで？マジで、そういうノリだったの、あれ。いじめじゃん。すげえショック受けるんだけど。マジかよ。のぞみも俺のこと脇がだと思ってんの？なんか、リアルな、だから便所太郎さんあの日俺と絡んでくれなかったんだ。だから便所太郎さんあんまり、こいつくせえなと思って俺に話しかけてくんなかったんだ。
マジか。あ、だから海行こうみたいになってたの。くせえから。くせえから海入って、匂いを封じ込めようとしてたんだ。あ、そうなんだ。知らなかったわ。マジか。はい。もうなんか、やる気なくなってきたわ。マジかよ。ボトックス手術まで外配信。いや、脇がじゃねえから。俺は絶対脇がじゃない。そんなん絶対認めないから。だから脇がキャラにされるの嫌だ。じゃあ、残り4分で終わります。ありがとうございました。新年初めてのリスナーさん、今年もよろしくお願いします。今年は旅に出るんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。全部謎が解けたわ。全部繋がったわ。まずは、中学生の頃なんで84って呼ばれてたのか。全部繋がったわ。謎が解けたわ。あ、なんか凹むな。悔しいな。明日仕事から帰ってきたら放送するんで、夕方頃、ぜひ集まってください。はい。コメントたくさんありがとうございます。あと、Facebook、友達申請してくれた人は、フォローバックキャンペーンやってますので、もし、Facebook 登録してくれる人がいたら、ぜひ Facebook 登録してください。友達申請今、つながるキャンペーン5000人限定でやってますので、よろしくお願いします。Facebook のアカウントはこれです。よろしく。お疲れ。お疲れ。伏線がね、解けたよね。回収できたよね。キムタクもそうだったの？え、キムタクって脇がなの？え、だからスマップ解散したの？だからいじめられてたの？キムタクって。マジかよ、知らなかったわ。キムタクかわいそう。なんかキムタクにすげえシンパシー感じるわ。え、ってことは俺がキムタクってことじゃないの？スマップで言ったら俺木村拓哉のポジションってこと？今の。もしかして。それリスナーさんが言いたかったことってそこじゃないの？ワドはキムタクだよみたいな感じ？脇がでフォローさめっちゃ減ってたら。え、嫌なんだけど、脇がとは、なんか、ツイッターが臭くなるからフォロー解除するわとかやめて。脇がつながりだよね。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。おつおつくっさって言わない。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。